はい、どうも、おしゃれなんです。はい、というわけで今ね、実家に帰ってるんですけれども、今回はね、ちょっと母さんに、ドッキリをね、仕掛けようかなと思いまして、今回ね、やりたいドッキリというのは、いけならすぐ気がつく人だらけの詐欺手賞金進めるドッキリ。こちらにですね、僕が作った詐欺化粧品ブランドのジアニス。はい。そう、つまり、ジアニス。ということで、まあ、花伝ファンならね、もうジアニスだけで気づく人は気づくかもしれない。で、これ中身なんですけど、これ全部、ただの水。化粧品のね、中身全部抜いて、水だけ。で、このね、化粧品の説明の資料のね、偽の資料を作ってきたんですけれども、パッと見は多分わかんないと思うんですけども、ところどころ、ほんまに嘘くさいのがあって、シリーズ累計1000万かける10のマイナス7情報突破ってね、書いてあるんですけれども、これ理系やったらね、シリーズ累計1本ってすぐ、はい、気づきますけども、果たして、母親にこれをやったら見抜けるのかどうか、これはね、検証していきたいと思います。というわけで、花でインスパイザーネクスト。何それ。はい、というわけで今回は、はい、僕がね、普段使ってる化粧品の、はい、ジアニスっていう化粧品があるんですけど、はい、これをね、はい、普段俺使ってるんやけど、あーはーはー、今回それをなんかプレゼントしてくれて、はい、まあ、ワンチャン紹介してみたいな感じで、はいはい、今サブチャンネルで撮ってるんですけども、はい、まあ、ちょっとこれを今回はね、まあ、お母さんにプレゼントしようかなということで、ちょっと持ってきました。はい、ありがとうございます。うん、結構これすごいやつで、もうジアニスのまずすごいところなんですけど、はい、はい、教えてください。なんとね、これ、うん、シリーズ累計1000万かける10のマイナス7情報を突破。難しいね。うん、これはもうすごいよ。めちゃめちゃ売れてると思う。ほう。で、厳選された人工由来有効エキス、はい、まずこの成分に、はい、ポリエステル入ってるんですよね。ポリエステル、まあ、服に使われてるような素材からできてるっていう、はい、うん、どうですか。不思議です。で、なんとですね、あの植物とかに含まれる、はい、葉緑体が入ってる。うん、わかる、葉緑体。うん、聞いたことあります。まあ、葉っぱの緑の成分みたいな。ああ、そのままやね。だからこれをつけることによって、うん、それであの光を浴びると、うん、光合成をすることができる。わかる。うん、わかる。それで、うん、これをつけることによって、うん、皮膚でも息ができるなんか、うんうん、ああ、わかる。あの、こう、あれね、大事やね、それはね。肌がこう、穴が閉じ込められるんじゃなくて。そうそうそう。ちょっと一回つけてみる、これ。はい。どこに、手のひら、はい、どうにしようか。うん、うわ、なんか水って感じやな。そう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 。で、これをこう、うん、水。ほんま水っぽいよね。水、うん、水。あ、浸透したって感じ、なんかほら、うん、あ、はい、ほんまなくなった。うん、入っていった。なんかもう綺麗になってるけど。全然違う。すげえ。すごい。葉緑体のパワーすごい。うん、びっくり。で、もうこれ著名人からのお声も多数っていうことで、はい、なんかニケリネも使ってるんですけど、あー、綺麗な、ニケリ。私のおすすめのつけ方は、うん、スプレーを肌に対して30度の向きで噴射すると効率よく浸透を促せますっていうので、まあ、角度も、まあ、大事だし、どういう角度でいくかみたいな。あ、そっかそっか、だから、まあ、90度じゃなくて、うんうん、ちょっと横から横からね、キュッていくのが、うん、ポイントらしいです。はい。うわ、全然違うな。わー、すごい。なんかもうシワなくなった、ほら。すげえ、ほんま、マジで。ほら、こっちもすごいチリメンジュワやな。すごいな。なんせエクストラファインメギノ入ってるからな。これ、あのユニクロとかでも使われてんねん、これ、素材。あ、そう。うん、うん、うん。で、このジアニスなんですけど、はい、なんとね、これ、創業100年誇る。あ、そんな前から。もう、老舗研究機関と、もう共同開発してるんか。うん。もう、歴史の教科書に載ってるような、うん、与謝野晶子とか、芥川龍之介とか、うん、もうその辺と一緒にやってんのよ。すごい。すごいな。その感想を読むと、明治時代は葉緑体が市民には貴重な資源で、うん、一細胞すらも見逃さないという思いで研究を進めました。で、芥川龍之介さん、はい、特別名誉顧問、うん、この開発が私の羅生門に影響を与えたことは言うまでもありませんと、いうことで、まあ、この化粧品が後の羅生門にもつながってきたと。うん、で、ジアニスの 99% は水でできてるの。うん、うん、ほぼ水なんですよね。うん、だからほんまに、だから水でできてるからこそ、うん、もう敏感肌にも優しいっていう。あはははは。ということで、うん、もうこれ特許取得済みの
この H2O 水って、 H2O 水は、まあ、通称水水と呼ばれる新型の還元水なんですね。で、水分含有量 99% 以上の高い数値を誇り、飲料水の約50倍の保湿効果を持つと言われています。ほんまにだから肌に水滴を乗せたような、ほんまや、ほんまに水滴やね、感覚やろこれ、感覚ね。あ、著名人の人ね、ドキリ大成功っていう、あのまあハーフモデルさん、あーそう、ハーフのモデルさん、うん、あ、歌を読む前には必ず使用してますよ、だから詩人なんかな、この人詩人。でも、うん、それがこの、その2万個何本の効果がほんまにあるんだろうかという、まあ俺は結構感じてるよ、そこはやっぱ葉緑体ついてるなっていう感じが分かるねんな。まあ、光合成大事いうか、そんな感じか。光合成できるようになったらほんま世界が広がるというか、うん、まあそれ光合成はやっぱしな、あの大事やんか、光合成、人間葉緑体を手に入れると どうなるかっていうと、うん、そのこういう照明とかを浴びるだけで、うんうん、そのターンオーバーが促進されるっていう、それをええよな、ターンオーバー、うん、早ければ早いほどええやん、若返って、あのあれ、うん、あれは何だっけ、UV、 あ、日焼け止めは塗ってないな、日焼け止め大事だね、日焼け止めでシミとかそばかすとかできるんじゃない？いやでもその葉緑体やから、うん、これを塗ることによって、うん、そもそも日焼け止めを塗る必要がほぼなくなるっていう、へぇ、光を逆に、うん、もう光を欲するんやん、この化粧水ってむしろ浴びたいっていう、浴びることによってターンオーバー促進させるっていう機能で特許取ってるから、だから日焼け止めの効果もある、すごいな、それはマジで取ってもらない、ほんまやな、そんなん聞いたことない、すごいね、それはマジで画期的やと思う、そこは。うーん、化粧水って基本的にどんな化粧水も水分でできてるわけ、水分という土台にどういう有効成分を入れるかっていうことなんやけど、こいつはそもそもその水そのものに効果があるね、H2O 水っていう、まあ、水水っていうねやつで作っとるから、その水自体にそもそも効能があるって、そもそも水自体が保湿能力を持ってるとか。なるほど、これじゃあ、あの、これ契約してみる、これ2ヶ月1回来るん、2万5000円、2ヶ月1回じゃ2万5000円で1万5000円で4万か、ただ僕が言ったら、うん、多分半額ぐらいで売ってくれんじゃん、あんた、でもそれちょっとそれあれどっか騙されてへんか、それそらないよ、なんであんたにだ、そんな権利があるんだそれはだから僕が、あの、くれるねん、勝手にあ、なんか嘘ついとるというわけで、ドッキリペッペでーす。何がドッキリだ、どういう意味、お母さんに詐欺化粧品勧めるドッキリー、なんやな、もう真剣聞いとったのにはい、この冊子全部そうです、もうなんだ、もう疲れるわもうてかもう俺嘘しかついてへんから、騙される、これは騙されるね、でこのジアニスも、うん、こう、ジアンから来てますからね、ここにジアンが、もうジアンやん何やな、1000万かける10のマイナス7乗本っていうのは、うん、これも1本なんですよ、そもそも、もう光合成なんでできるわけがない化粧水で光合成大事やもんな光合成大事やもんな、もうしかもこれだってあれ中身全部水、ほんまにただの水やもん、綺麗って言うてたやんそれマジでやばい、アホシンプルに肌がカサカサでもう水分を吸収してるだけかもしれない、もうでもなんか結構綺麗やん、まだはい、というわけで、なんと今回ね、はい、これはちょっと騙したお礼として、これ。なんやねんな、もう次から次からもう。これはほんまマジの。ビアガラはほんま今回マジの。嘘や、もう聞かへん。ビアガラほんまマジの。もうちょっとほんまのこと言いな。これほんまマジです。これマジで、騙したお詫びに、これを今回プレゼントするっていうね。グリシンというのをね、ちょっとプレゼントさせてもらいたいんですけれども、はい、これはですね、まあ僕も最近ちょっと飲んでるんですけど、はい、これ夜飲むと、次の日の朝とかね、あの、すっきり目覚めたい時とかに、すごい、あの、いいんですよ。やっぱ、母さんとか特にね、お疲れやと思うんだよね。もう日々お疲れ。飲んでみようかしら。嬉しい。うん、美味しい。あ、美味しい。はい、まあ、ラムネ風味でね、飲みやすいですね。うん、なんかもうこれで元気に出るって感じだね。はい、素晴らしい。うん、で、まあ、こちらのね、このグリシンなんですけども、
グレシンが 3000mg とエルテアニンが 200mg も配合されているということで、まあ、健康をね意識されている方とかに、すごくおすすめの、商品になっております。というわけでね、はい、これを飲んでね、ね、まあ、元気に健やかに、はい、暮らしてください。はい、明日が朝から楽しみですね。そうですね、はい、はい、というわけで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。